病気？どんな事態に至ろうと、とことん真剣になれないという病だ。命がけの勝負。敗北は一つされているのに、ギブアップできると考える。つまり真剣ではないのだ。この絶体絶命の橋ですら、真剣になれぬザレ言、架空の勝負、本当ではない。通常、生涯奴らはその空想から目覚めない。つまらない毎日を送り、日々を無駄に塗りつぶし、いくつになろうと言い続けるのだ。自分の人生の本番はまだ先なんだと。本当の俺を使ってないから、今はこの程度なのだと。そう言い続け、言い続け、老いて死ぬ。その間際ようやく気づく。今まで生きてきた全てが丸ごと本物だったこと。人は仮になど生きていないし、仮に死ぬこともできぬ。当然だ。問題は、その当然に気がついているかどうか。